なにわ先生、お願いします。ありがとうございます。皆さんこんにちは。全員言うまで待ちますよ。絶対無理です。待ってるよ。帰ってこないですからね。お願いいたします。まあちょっといきなりなんですけどもね、あの、はい、迷子センターのお仕事ってすごい素敵やなと。あーかっこいいね。思うんですよ。素敵ですよ、ね、素敵じゃ。じゃあ今日は特別に2人に迷子センターのお仕事やらせてあげます。ええの。ありがとうございます。じゃあ俺が迷子の子供やるしかないか。入ってこない、子供やれんのか。無理です。天才や。天才。天才でした。お父さん、お母さん、どこ？見つかるよ。すぐ。無理や。迷子。迷子言うてるやん。迷子。迷子。聞かせに来てるやん、もう今。もう行ってあげて、行ってあげて、行ってあげて。迷子の僕。誰？知らん人。びっくりさせたな。誰？迷子センターの中西です。迷子センターの中西？うん。社員？はい、バイト？バイトやわ。バイト、うん、じゃあついていく。いいや、うん、あのね、行こうか。手繋いでほしい。迷子やもんな。どっか行ってまう。迷子やからしゃあない、うん、オッケー、ほな行こうか。違う、うっそー。声に繋ぎや。中西、あの手熱いな。君の方が熱い、行こう。この子は迷子の子。そうです。誰、知らん人。人見んの初めてか、おい。あの、迷子センターの前田です。前田、うん、社員。これいる。バイト、あの、社員ですけど。社員、うん、こいつ危ない。危ない。急に飛び寄る。社員飛ばん、大丈夫。ちゃんと有給とか消化してる？よー、知ってるわ、うん、サービス産業とかしてない？確かに行こう、うん、あのね、僕らが絶対にお父さんとお母さん見つけてあげるから、うん、じゃあまずお名前教えて、うん、名前は小島純一、うん、39歳です。最悪。え、どういうつもり？何してる、迷子よ。迷子やで、ほら。すっごいおっさん。え、寝てる。嘘。おっさん寝たん。なんで寝た。無呼吸やん。めっちゃ怖い。誰？お父さん。お父さんじゃない。動きすぎやろこいつ。僕の方があなたより年下です。年下。年下。敬語使えよ。ほな帰れ。嘘書き。帰ろさん。いや、迷子センターも大変やねん。こんなちゃうねん、もうええわ。頭しゃー。